2015年4月11日、中国メディアの中国経営報が、日本、ドイツ、韓国のパラキシレン工場は、なぜ重大事故が起きないのか、と、題する記事を掲載した。中国経営報は、福建省で発生したパラキシレン PX 工場の爆発事故で、3万人が避難を余儀なくされた。今回の事故で、安全管理に問題があったことが明らかになり、多くの教訓を得た。しかし、日本やドイツ、韓国では、PX 工場を運営して何十年にもなるのに、重大事故は発生していない。これらの国の安全管理は学ぶに値すると伝えた。このニュースが中国版 Twitter、Weibo で伝えられると、中国のネットユーザーから、様々なコメントが寄せられた。誰も捕まっていないんだから、大した事故ではないんだよ。なぜなら、日独間は邪悪な資本主義で運営管理しているからだ。でも俺たちは共産主義なんだよ。腐敗した国は何をしてもダメ。 PX 自体はそんなに危険ではないが、中国では危険になってしまう。安全なプロジェクトでも中国では安全でなくなる。安全ではないプロジェクトも日本やドイツでは安全になる。プロジェクト導入に問題があり、工場建設に問題があり、生産管理に問題がある。問題が起きない方がおかしいだろ。工場建設の時点で手抜き工事となり、あるべき設計が省略され、材料も劣悪品に変えられる。そしてきちんと管理がされず、管理職から普通の社員まで責任感がないから、こういうことになるんだ。